皆さん、こんばんはえ。世界食料デー月間のプレイベントへようこそお越しくださいました。え本日、進行を務めさせていただきます、えーえ。食料デー月間の事務局を務めている、ハンガーフリーワールドの田中と申します。よろしくお願いいたします。え本日はですね、えー、300名近くの、えー、方々にお申し込みいただいております。 アーカイブの方が百三十名ぐらいいらっしゃいますので。え、今日百七十名ぐらい今、今、これから続々と集まってきてくださるのではないかなと思っております。皆様お忙しいところ、本当にありがとうございます。はい。え、来月の十月十六日はですね。世界食料デーです。 150を超える国々におきまして、50以上の言語で食料問題をテーマに政府機関、民間セクター、市民社会、メディア、そして若者を含む一般の皆様とが連携してですね、幅広くいろいろなことが行われています。イベントの開催ですとか、マラソン大会、展示会、コンテスト、ウェビナーなど様々な形で開催しております。日本でも多くの 団体がキャンペーンやイベントを実施しておりまして、この世界食糧デー月間はもともとそのような団体が集まり、さらに食糧量を盛り上げていこうと2008年から始ま始まりました。え、世界食糧デー月間と検索していただきますと、え公式サイトがあの開きます。え、そちらにですね、各団体の教材やデータ、イベント情報など。 さまざまな情報がまとまっておりますので、ぜひご活用いただけたらと思っております。さて、これまでですね世界食料ー月間ではさまざまなイベントを実施してきましたが、その中でも大変好評だったのが2020年に行、2022年に行った3回連続講座です。1回目はフライドポテト不足から見える食料危機。 え某大手ハンバーガーチェーン店でフライドポテトが販売休止になったことを受けたテーマでした。え2回目は豚から世界を見るえグローバルな食と地域に根ざした食というテーマでしたで。3回目は世界の多種多様な豆料理を楽しく見ながら持続的な農業について考えました。 ご興味のある方はです、ね、この3回連続講座、公式サイトに記録が載っておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。その続きとなるのが、今回のごまから見える食料危機器です。えー、私はですね、昨年10月に京都の山田誠悠さんをお訪ねすることがありまして、その時にごまが国産は0.1%未満であり、 輸入の価格がどんどん上がっていることとか、えー、ハンガーフリーワールドの支部国のブルキナファソからも仕入れを始めるんだよっていうようなことをですね、山田さんにお伺ってとても驚きました、えー。このグラフはですね、日本がどこからごま、えー、を輸入しているのかという、えー、グラフになります。ナイジェリア、ブルキナファソ、モザンビーク、タンザニア、パラグアイ、エチオピア、マラウィ、東郷、グ、えー、ガテマラにミャンマーと、 こういったアフリカが原産国のごまですから、まあ、そういった国々から来ているものにな,ものになっていますえ。このブルキナファソ、第2のブルキナファソとエチオピアについては、ですね後ほどお話が出てきますので、ぜひ覚えてい,ていただけたらと思います。さて、これからですね、えー、の流れをご説明します。 10月16日が設立日でありそれを記念して世界食糧ーが定められた国連食糧農業機関 FAO の日比さんからメッセージを頂い,いておりますその後とですねもう今日参加の皆さんはいろいろご理解の上かと思うんですけれどもアフリカで取れたゴマが日本に届くまでその工程でどんな問題があるのかということについて学生たちがですね俯瞰的にまとめてくれました それで世界の食料問題をおさらいしたいと思っています。そちらを念頭に置きながらですね、具体的なエピソードをや現場の声をですね、NGO 職員、それから本日のゲストである山田,山田さんよりですね、お話ししていただきたいと思っております。本日も先ほどご紹介した連続講座のように、グラフィックレコーディングでイラストとして1枚に記録させていただきます。藤田さん はいらっしゃいますか。はい、吉田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。えそれではですね、えこれから始めさせていただきたいと思います。えー、国連食糧農業機関 FAO の中日連絡事務所日々所長からのメッセージをご覧ください。 皆様、こんにちは。FAO 中日連絡事務所長の日々エリコです。世界では飢餓や食料不安に苦しむ人の数は、新型コロナウイルスのパンデミックを機に急増し、その後同じ水準で3年間連続で続いています。2023年、 世界の11人に1人に当たる約7億3300万人が慢性的な怪我に直面しました。アフリカでは状況はさらに悪く5人に1人です。さらに、えー、世界で約23億3000万人が中程度または重度の食料不安に直面しました、えー。また世界では約3人に1人が 経済的に余裕がないために、健康的にバランスと取れたような食事を食べることができていません。怪我を引き起こす主な要因は、紛争や極端な気象現象、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響が大きく経済の悪化などです。中でも、 貧困層や社会的に脆弱な人々が最も深刻な影響を受けています。このような現状を見ても、2030年までに飢餓をゼロにすることを目指す持続可能な開発目標 SDGs の第二目標に関し、世界は大きく遅れをとっている状況です。そのような中、 今年の世界食料デーのテーマは、食への権利をより良い生活と未来のためにです。食料、生命及び自由、労働、教育などの人権は、世界人権宣言と2つの公的拘束力のある国際規約によって認められています。食料は空気と水に次いで3番目に大切な人の基本的なニーズであり、 全ての人に適切な食料への権利があります。また、今年のテーマに掲げられている食、フーズです、ね、は多様性、栄養、手頃な価格、入手のしやすさ、安全性などを表します。そのためには、より多様で、 栄養価のある食品を生産し、収穫し、流通し、市場や食卓の上に並べることが重要であるというのが主なメッセージですまた、食料ロス、廃棄の問題も忘れてはなりません。 特に栄養価の高い作物、生鮮食品や魚介類、動物性食品は腐りやすく食料ロスが多い傾向にあります。食料ロスは失われた食料自体がもったいないだけではなく、生,生産のために費やされた種や苗、土壌、えー、水、労力なども無駄にすることを意味します。また 生産者のみならず消費者の経済的な損失にもつながります。さらに廃棄された食料は埋め立て地にて温室効果ガスを排出し、気候変動や環境にも悪影響を与えます。様々な矛盾を含む世界の食料安全保障の現状、今こそ農業・食料システムを変革することが急務です。 世界食料デーに合わせて、世界で食料に関わる啓発活動が行われます。日本でも多くの方がこの大きな課題に新たに関心を持ち、あるいは行動を起こしているのを見て、私自身大変勇気づけられます。私たち一人一人にできることがあります。誰一人取り残さないような世界を実現するためにも、そして生産、栄養、環境、生活、 すべてを良くするためにも一緒に取り組んでいきましょう。ありがとうございました、はいえー、日比所長からのメッセージを聞いていただきました。 それではですね、えー、これから、えー、学生たち、えー、そして皆さんのお話を聞いていただきたいと思うんですけれども、質問がある方は、ですねぜひチャットに書き込んでいただけたらと思っております。えー、チャットボックス、皆さんあの、まあ、スマートフォンの方もいらっしゃいますし、いろいろな環境の方いらっしゃると思いますけれども、Q&A、えー、Q A、お寄せいただけたらと思っております。 ご質問を投稿いただくときには、誰に対しての質問かを明確にしていただけると助かります。また、えー、ご質問はお話の間、いつでも入力いただけますで。匿名で送信にチェックを入れていただくと、匿名でも質問を送信できます。ちょっと試しにですね、えー、皆さん、よろしければ、えー、ちょっとですね、自分の好きなごまの食べ方、ごま料理、ちょっと書き込んでいただいてもよろしいですかどうでしょう さつまいものごま団子。ごま豆腐。ごま豆腐。あごま豆腐 <laughs> いっぱい合いますね。多いですね。えー、レタスにごま油と醤油をかける食べるサラダ。<laughs> 美味しそうです。<laughs> いや皆さんこう、レバ刺しにごま油。<laughs> いいですね。いろいろごま油人気ですね。はい。ありがとうございます。あどんな料理にも後がけ。確かに。 ね、いい香りですもんね。食欲は増します。ちょっとまだ、皆さんもご飯食べましたお腹が空いてきちゃいました。お具体的にレシピまで、えー、大さじ3、大さじ2とかですね、<laughs> 書いてくださっています。ぜひ皆さん参考に、えー、作ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、えー、そういった形でですね、気軽にチャットを書き込んでください。ちょっと人数が参加者数多いので、えー、皆様全員分のですね、 ご質問にお答えすることをちょっとできないかもしれませんけれども、えー、ぜひぜひよろしくお願いしますはいそれでは、えー、ハンガーフリーワールドの学生インターン馬場さん、えー、それから浜野さんよろしくお願いします画面共有できておりますでしょうかはい大丈夫ですた スタハンガーフリーワールドのフードシステム変革推進チームというところで学生に担当していただいているんですけれども、本日は世界とつながる日本の食料、安全保障の危機というテーマで概要についてプレゼンさせていただきたいと思います。はい、まずこれが世界の飢餓人口の推移になります。日比さんのお話にもありましたが、今世界中で食糧難に陥る人々が急増しています。 特に新型コロナウイルスによるパンデミックが起こったこともあり、2019年から20年で飢餓人口は大幅に上昇しています。この背景には一体何が起きているのでしょうか。まず一つが、この脆弱な食料システムです。ひとたび新型コロナウイルスのような何らかの食が加わると、貧しい人たちはすぐにその代償を支払わされます。これは近年、工業的な農業になっていることが原因の一つであり、 ごく限られた作物を限られた国、企業が生産し、限られた数の企業が流通加工販売をすることによって。ショックが起こると、すぐに世界中に混乱が広まってしまうのです。で、ここに書かれているキーワードが説明しきれなかった単語になるので、もし興味ある方いれば、こちらの単語も調べてみてください。また、食の歴史を紐解くと、人類が食べてきた植物は五千から七千種類以上もありました。 しかし今は小麦、米、とうもろこしの3種のみが世界のカロリー摂取の半分以上を占めています。私もこのことは知りませんでしたが、確かに普段食べる穀物はご飯だったり、パンだったり、うどん、パスタ、ラーメンなど、すべてがこの3種類の穀物からできています。これは1960年代から70年代にかけて東南アジアで起きた緑の革命が理由の一つです。 生産量は飛躍的に上昇しましたが、経済性の高い品種を大面積で栽培することによって、天候の不順や経済的な困難に陥ったときのリスクが大きくなりました。私は東南アジアといえば米のイメージだったんですが、実は昔は根菜の高文化があったそうです。そして近年話題の気候変動も飢餓の原因の一つです。 気候変動によって特に技術の発達していないアフリカの農業は多大なる悪影響を受けています。世界の温室効果ガスの約4分の1が食糧システムが原因であり、この食糧システムには我々日本人の主食生活ももちろん含まれています。そして我々の飽食も原因の一つになっています。毎年、先進国の消費者はサらいイナアフリカの全食糧生産とほぼ同量の食糧を廃棄しています。 世界では十分な量の食料が生産されているにもかかわらず、飢餓がなくならないのは、この食料資源の激しい偏りが理由の一つです。そして続いて生産についてご説明します。生産地でアフリカの農村で起きていることになります。まず1つ目が土地集奪についてです。 土地集奪とは土地が外国機関によって取引されることで、このような目的があるんですけれども、意見メリット大きいのではないかと思うんですが、実際には土地と水の資源管理をめぐって、投資家と地元住民が対立し、結果、貧困、食料安全保障が悪化してしまいました。また、他にもアフリカでは環境破壊が進んでいます。アフリカは2010年からの10年間で最も森林が失われた地域であり、 これは主に持続可能ではない農業が原因となっています。そしてアフリカでは商品作物の大量生産も起こっています。依然として国内消費分は輸入に依存しているため、国際価格で価格が変動すると多大な影響を受けてしまいます。そして生物多様性の消失ももちろん起こっています。アフリカでは現地で大量にヤムイモが生産されるにもかかわらず、ヨーロッパから輸入されたフライヤーポテトを販売しているそうです。 基本的に作物や生産物は遠くから運んでくれば来るほどロスが大きくなってしまいます。食文化は自分の地域に近いものを使って加工調理しているもので、今までいろんなリスクを避けて現在まで残ってきています。今一度自分の地域の食文化に立ち返る必要があるのではないでしょうか。はい。そんな世界と私たちの食をつなげているのは流通です。 これは世界の小麦の貿易フロアをもとに開拓です。数十年の人口増加、食の多様性により、需要が増加し、世界中へと流通もが広がっています。次、お願いします。日本も上位の輸入国であり、日本の食料実給率,実給食料実給率は38%です。日本人が大好きなチョコレートやコーヒーの原料、コーヒーの豆など、 あの日本では栽培できない商品を輸入で賄っています。そして生産大国の少数国から輸入したり、食料を輸入する代わりに自動車などの加工品を輸出する構造を取るなど、相互の依存関係が課題です。さらに飼料や肥料、そして農業をするのに欠かせないエネルギーも大変が輸入に偏って頼っています。次、お願いします。安全に 食べ物を流通するためには、検査もいくつか存在します。輸入の時には、食品や単に外虫がないかの検疫があったり、右図のように農薬量の基準は国によって異なってくるため、農薬の検査も必要です。ここでわずかで、ね、わずかでも超過したり、外虫が発見された場合には、廃棄またはシップバックとなることが多々あります。輸出する側も、側も、 輸出先の農薬基準に合わせた栽培方法を取る生産方法の転換が求められたり、整備不足で生鮮食品がダメになってしまうなど、長距離にわたる食べ物の輸送には十分な対策が必要です。日本の食卓は国内生産と輸入による調達、食卓へとつなげるサプライチェーンで成り立っており、それを支える日本の経済力と世界の食料給料、 食料の供給システムも重要です。昨今のニュースでも話題の GDP の低下や価格高騰で日本のの食料安全保障の関心が高ままっています。日本国内の農業生産の維持も大切ですが貿易国との良好な関係を築く輸入先を複数持つ国内備蓄を確保するなどこの先を見据えた盤石な体積を練らないとパンデミックのようなこの先何か大きなことがあった時に揺らいでしまう恐れを感じました。 次に加工保存についてお話しします。加工技術の向上や食品添加物の使用により長期間,長期期間の保存が実現され食品の有効利用や、えー、安定した供給が可能となっていますしかし食,食品の成分表示の規制が厳しくなってはいますが、えー、安全性が考慮されていない可能性も考えられるため正しい情報を得る消費者側の意識も大切です そして過剰放送の問題もあります写真のように個別で包装された画面や一つ一つの小分けの袋など過剰放送は普段の生活でもよく見ます。このメリットとしては衛生的であったりとか衝撃に強いことが考えられますが無駄な廃棄物が増えてしまいます。今まで自分も普段食べているお菓子にどうしてこんな紙があるんだろうと不思議に思うことはありましたがこの違和感と食の問題課題に関連に気づくことはなかったため今後 今後は行動に移していかなければならないなと思いました。続いて、消費についてお話しします。私たち日本では、世界でも11の宝食であり、日本の1年間に出される食品廃棄物を世界に分配すれば、2億人近くの飢餓を解消できると言われています。 この背景には製品を大量に生産し、使用後に大量に消費するサイ,サイクルがあります。食品ロスの総量の約半数が家庭から出ていると言われており、大量消費は資源の枯渇や自然環境に良くない影響を及ぼします。対策として家庭内で余った食品を回収し、必要とする人々に分配するフードドライブ,が,ドドライブがあります。 この活動は、自分の近所とかでも、の近所のコンビニとかでも導入されていたりとか、普及しているところが増え、私たちは生活に馴染んだ活動であることを実感しています。続いて、安さ、便利市場の境の風潮についてです。消費者の安くていいものを求める思考は、効率重視の流通形態につながっており、飲食店や食品製造会社、小売業などにおける食品ロスにもつながっています。 近年の傾向として、どうしても物価高騰が話題に上がることが多くなっているかと思います。この物価高騰も消費者行動とつながりが考えられ、物価高騰から消費者の食品の購入を控える傾向が強くなり、食品が売れ残る、また食べるものまだ食べれる食べられることができるのに廃棄される食品が増えるといった流れが考えられます。このように消費者の思考、世界情勢、食のサプライチェーンの複数のセクターの課題が絡ま 最後に今まで私たちがまとめた私たちがまとめてあげました職の課題をつなげたものです、えー、つながりを非常にシンプルにまとめたものですが、えー、立場が違う皆様方から見たら別のように見えるかもしれませんご自身なりにつながりをイメージしながら見てもらえればと思います私たち学生インターではこのような このような感じの、このような感じにつながりを大切として活動しており、皆さんもぜひ職場でやっていただけたりしたら、新しい気づきのきっかけになってもらえるのかと思っております。では、発表は以上となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうね、あの,職の課題というのは、もう皆様一人一人、それぞれ持っていたりですね、もう人の数だけあるぐらいなもので、相当なあのもの、 課題がありますからそれをですね、最初まとめたときはね、全然収まらなくって、だからどうしようと言いながらですね、まあ、少しずつでもシンプルに分かりやすくということで、えー、今日のようにまとめてくれました。ありがとうございました。それではですね、この,あの今、つながりといったところでですね、主に日本に渡ってくる前のお話、こ、えー、ちらの方をですね、えー、白鳥さんから伺いたいと思います。えー、画面共有をお願いいたします。えー、白鳥さんは呼びかけ団体の アフリカ日本協議会の理事でいらっしゃいます。よろしくお願いします。はい、えー、皆さんこんばんは。アフリカ日本協議会の白鳥です。えー、っと私はまあここ何年間かあのエチオピアで仕事をしています。で、まああのゴマの専門家ではないんですが、あのエチ,エチオピアをですね、まあ少しあの勉強してゴマからあ見てみたいと。 思います。えっ、ー、と、上の写真はですね。まあ、エチオピアといえばコーヒーです。で、まあ、あのエチオピアの輸出品で、まあ、一番重要なのがコーヒー。で、あのエチオピアのコーヒーはですね、国内の。あの、これはもう、あの地方都市とか、あ、あ、町の、市場の様子ですけれど。そこでも、このように、まあ、大量に、あのコーヒーのきもめが売られています。 でえー、下の写真はあのコーヒーに次いで,です、ね、エチオピアでは重要な輸出産品のゴマの収穫作業です。でまあ、エチオピアはミャンマーに次ぐ世界第2位のゴマ輸出国で、えーまあ、特にそのスーダンにゴマを輸出しています。でまあ、スーダンはおそらくあの相当あの輸出量が大きいと思うので一部はおそらくスーダン産のゴマとして 輸出されている可能性もあります。で、あのエチオピアの駒はあの高品質の白ゴマが有名です。で、あの高価なあまあゴマの値段は高くてですね。で、まあ普通あのエチオピア人の日常生活の中にはあまりあの登場してきませんで。高いこのゴマを輸出して、それで得たお金で えー、より安いですね。オイル、あパームオイルとか、それからコーンオイルとかを輸入しています。で、ご、え、ま、ー、を生産しているのはエチオピア。これはエチオピアの地図ですけれど、あのえっ、ー、と北西部とおまあ北西部が中心です。えっ、ー、と茶色、濃い茶色のおところですね。で。 ゴマは、まあ、えで作ると、ヘクタールあたり2トン取れます。ただ、あのエチオピアのゴマは、ほとんどがあの雨に頼る点水栽培です。点水の場合、雨があまあ、十分に降ると、ヘクタールあたり1トン。で、えー、雨が足りなくなると、0.5トン以下になると。で、か、ま、え、あ、に比べて4分の1足らずになると。 いうことですで政府は、考えを推進していますけれど、まあ、大部分は転水栽培ですからあの非常にまあ天候に左右されて、まあ、生産は非常にぜ脆弱あだということです。で、これはあとエチオピアのごまの輸出の推移です。で、青い棒グラフが輸出されたごまの単価で、 オレンジ色が量、それから緑色がその輸出の総額ですね。で、えー、と2020年の初めに、まああの、COVID ・新型コロナウイルスで、えー、がありました、それから同じ年の11月からですねあの、北部のティグライというところで紛争が起きています。でまあ あのコロナはあのあの流通を滞らせましたし、それから紛争ではです、ね、まあ、当然、難民が出て、えー、それからインフラが破壊されると、それから当然、生産のための労働者不足になるということで、えーまあ、その影響を受けてです、ね、あのグラフでも分かるように、輸出は激減しています。であのちなみにまあ日本への輸出は 2019年に1万5000トンでしたが、2022年には4000トンまで落ち込んでいます。で、おそらくまだ回復してないと思うんです。で、ここ2年のです、ね、数字は実はあの取れていないと。北部はまだ復興が始まったばかりで,です、ね、まだインフラ破壊されたものです。それから当然、皆さんご存知の通り、スーダンでもあの噴水が起きていますので、その影響も非常にまあ大きいと。 思いますで、えー、北部のゴマの生産地帯の年間雨量というのはあの400ミリから600ミリで、まあ、いわゆる半乾燥地帯です。であの今年はですね、えー、エルニーニョの中でもラ・ニーナっていう、まあ、南太平洋の海水が少し、まあ、冷たくなるということでその影響で 東アフリカは雨が多くて洪水が発生しています。でまあ、こうしたその気候変化の,あの激化もです、ね、生産に非常に大きな影響を与えています。ちょうどあの2って書いてあるところがあちょうどまあエチオピアのゴマ生産地帯と重なるところですね、洪水が起きています。 でまあ、エチオピアの農業は、蓄力に頼る農業です。で、まあ、左の写真のようですね、えー、これで耕して種を生むく、でまあ、日々の生活は、地域のマーケットでまあ農家がですね家から少量の農産物を持って行って、それを市場で売って、現金に変えて、そのお金でまああの日々必要なものを同じ市場から入手するという暮らしをしています。 でご,ま畑まあ、ごま畑での、まあ、ごま生産もあの多くの労働力に頼っています。で村あの農村部に住んでる多くの人たちはそういったところで働くうう賃金も非常にこう重要な収入源になっています。当然、まあ、ごま生産が滞るとお農村に住む多くの人たちの,その,生,協あの生活に影響が出ます。で まあ、ごまに限らずですね、コーヒーもそれからカカオも、それから、えー、先ほど学生さんたちの,あのプレゼンにも出てきましたけれど、えー、と小麦とかトウモロコシとか、えー、そういったものを日本、えー、とアフリカから日本をまあ輸入しているわけですけれど、あ状況は似たようなもの,ものだと思います。ですから、まああの、日本にいる私たちがですね、 あのどのように食べてどのように消費するのかまあ今日あのお集まりいただいているあの皆さんのようにまあそのエシカルであろうとすることがまあとても重要だと思いますはいありがとうございました以上ですはいありがとうございますそうしましたらですね続きまして、えー、ハンガーフリーワールドの土屋さんよろしくお願いします。 白鳥さんは先生調査から帰ってきて土屋さんは今日からまたアフリカに行くと, <laughs> というような話、えー、ですねはいお願いします皆様こんにちは今共有を失礼しました 本日はお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます今、えー、紹介に入りかりました認定 NPO 法人ハンガーフリーワールドでベナンとブルキナファソ先ほどブルキナファソ冒頭に出てきましたが覚えていらっしゃいますかねあのおのくに のえー、プログラムを担当ししししておおりままますすす土屋と申しますよろしくお願いいたしますちょっと白鳥さんがゴマの専門家じゃないって言いながらすごいゴマにフォーカスしたプレゼンされていてちょっとどうしようって思ってるんですがあの私からはですねゴマゴマの話ももちろん入ってるんですけれどもよりあの現地の人はどんな暮らしをしているのかなっていうところをあの理解していただければなというふうに思います。 えっと、ハンガーフリーワールドはですね、共同組合だったり、他の形態の住民組織を作って、地域の人たちがコミュニティの、えー、食料への権利っていうのを自分たちであの達成できるように、彼ら自身のあ力をエンパワーするっていうような支援をしている団体になります。で、まあ、食料への権利っていうのあ作る、加工、保存、いろいろあるんですけれども、まあ、それらをあのコミュニティの人たちが自分たちでできるようになるために、 マイクロクエジットのような出資だったり、なんか計画を立ててみるとか、実行してみる、改善してみるというような運営の能力一般だったりとか、あるいは食べるって言っても自分たちの性別だったり、年齢だったりに応じて適切な栄養素というのがあるんですけど、そういうのをどうバランスよく食べるかみたいな啓発とかをやっています。なので、と 地域の人たちをかわいそう、恵まれない人って思っているというよりは、食料への権利っていうのは自分たちで達成する主体として、彼らが自分たちで自分たちの地域全体を豊かにしていくっていうアクター、主体の人たちっていうふうに捉えて、彼らをサポートするような支援をしている団体です。で、えっと、我々、海外に4つ国が、えー、事業国があるんですけども、今日はベナンとブルキナファサ、西アフリカですね、ついてあの少しご説明したいと思います。 ブルーキナファソ、今日初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、2022年以来、軍事クデーデター政権が続いておりまして、世界で最も忘れられた強制移住危機ランキングっていう、ちょっとなんか不名誉なランキングにですね、2年連続であの1位に選ばれてしまったような国なんですけれども、主に北部でですね、テロ組織による攻撃だったり、組織的な殺害だったりというところが起きている。 起こっており人道支援だったり政治的な支援というのが必要なんですけれども必要な量に比べてメディアのアテンションとかがすごく低いというところでこの,あのノルウェーの組織があの毎年ランキングしてるんですけれども2年連続で1位になってしまっています。 でえっと、昨年ですと190万人の人たちがあの強制的に移住しなきゃいけない国内避難民になってしまっているんですけれども190万人というと札幌市の人口ぐらいなんですね札幌市の人口は全員が一気に動かなきゃいけないというところを想像していただければその規模というところをあのご想像いただけるかなと思います。 で人が動かなきゃいけないということは、つまりそこで畑、農作業をしてた人たちは、その畑を放棄してあの動かなきゃいけないということになるので、その分農業生産性とかも下がってしまうというあの状況です。先ほど FS チームの方が紛争はちょっと触れられないというふうにおっしゃってましたけれども、紛争もかなり大きなあの食料危機につながっているテーマが一つになっているということが、ここからもお分かりいただけるかなというふうに思います。で、 えっと、暗い話から。 緩和球というか、ごまの話なんですけれども、こちらちょっと写真がなんか見切れてて申し訳ないんですけれども、先々週ぐらいにあの私たちの現場のスタッフが撮ってくれた写真で、えっと、ごまを砂糖で固めた、日本語で言うとごまおこしっていうようなお菓子に当たると思うんですけれども、先ほどエチオピアではあまり人々食べてませんっていうお話ありましたけれども、ブレキナファソでは確かにまあ高級なお菓子にはなりますけれども、一、まあ、袋だいたい160円ぐらいで売ってるっていうような形で、 まあ、都市の、まあ、若干富裕層の方々にはなりますけれども、こういう形で食べていたり、あとは村でももちろんあのソースにして、あの何て言うんですかね、か潰してあのソースに入れたりしてあの食べ、食べられているものになります。で先ほどエチオピアは1万5000トンぐらい輸入してた時期があったというお話だったんですけど、ブルキナファーザでは、えっと、昨年3万トン、日本に輸出しているということが先ほど調べました。 で、えっと、一般的なブルキナファソの,の,の,の農家さんってどんなんだろうっていうところなんですけども、こんな感じで、ガランと何もないような状態になります。で、先ほどエチオピアでもおっしゃってましたけど、天水に依存しているもので、これ2024年6月頃の写真なんですけれども、本当だったらそろそろ雨降ってもいいんだけどな、今年は遅いなっていうような感じでもう毎日みんな空を見上げてるっていうような感じです。で、農機具もあの一般的に しかね、稚拙なものと言ってしまっていいのでしょうか。まあ、200円とか700円前後で <laughs> 買えるようなあのものを毎年使い回して、毎年新しく買ってあの使っているというような感じですね。でこれ、ミレット収穫前。で、取れた後なんですけど、このかわいい、私好きなんですけど、あの手作り倉庫に備蓄しています。これ、毎年あの崩してしまって新しく作り直すって感じですね。で今年から 私たちブルキナファスで新しい事業地で事業を始めているんですけれども、これゴマの栽培、ごまを含む栽培技術の研修をしたときの写真です。と右端がごまの種、ちょっと写真が見づらいんですけれども、これをまくとごまが生えてくるっていう種ですね、私たちが共有したものです。で、これが、えっと、7月頃植えて、だんだんちょっと育ってきているごま畑になります。収穫は11月頃 でえっと、ところ変わって隣のベナンなんですけれども、ベナンでは、えっと、ごま、大豆、ピーナッツ、ささげ豆っていうのが、えっと、現地で取れる地場産品の中で栄養改善に資するもの、あの牛肉だったり卵だったり、高いですけれども、これらのものを自分たちで栽培すれば、まあ、ただじゃないですけど、低価格で手に入れられるということで、栄養改善事業の、まあ、キーになるあの作物の一つとして、食べ方を広めています。 先ほど FS チームの方も単一作物栽培の危険,危険性みたいなところをおっしゃってましたけれども、あのここパ、パイナップルをあの商品作物として栽培しているあの農家さんが多い地域なんですけれども、今までのパイナップルだけをひたすら栽培していたんですけれども、その横っちょにこの4つごまを含むあの地場産品を育ててもらうことで、まあ、自分たちの栄養改善にしてもらうというような取り組みをしております。 で先ほどもちょっと出ましたけれども、まあ、能力を高めてもらうというところで、栽、ま、培、あ、技術だけじゃなくて、計画を立ててみて、実際に実行してみて、それをまた改善してみてとていうようなあの、一般的なビジネススキルとか、そういうところの改善というのもしています。 これは調理実演ですねあのごまってちょっと調理がめ,めんどくさいみたいであのなかなかレシピに取り入れてもらえてないんですけれどもこういうふうにお母さんたちがこういうふうに調理するんだよっていうのを他のお母さんたちに広めていくっていうような活動をしています。あと調理コンクールっていうのも毎年あの やっておりまして、まあ地場産品なので、これまでも食べられていたんですけれども、さらに新しいクリエイティブなレシピを作ってこう、あのコンテストするっていうような活動もしていたりします。で、これ、あの子どもたちが食べている様子、あとなんか右下に私の写真も入ってますけれども、あの様子ですけれども、ベナンではですね、最近、えっと、食料価格の高騰っていうところに対応するために、メジャーの穀物、作物の輸出制限をかけています。なので あのこれからもそういうあの輸出制限っていうのを各国が自国のことだけを考えてあの制限していくってことが続くとまあ日本もいつかお金を出しても売ってもらえないっていう日が来てしまうのかなと思いながらこういうニュースを見ているところです。はい。ちょっと駆け足になってしまいましたが私からの報告は以上です。ありがとうございました。はいありがとうございます。はい。 それではですね、えー、いよいよ <laughs> 今日のゲストの、えー、山田さんよりですね、山田さんより、えー、お話をしていただきたいと思います。20分、えー、半までですね、えー、ぜひよろしくお願いいたします。えー、皆さん,こん、こんばんは。えっ、ー、と、京都の、えー、とごま屋です。まあ、ごま屋かごま油屋か、ちょっとわからないんですけども、あのとりあえず、えー、とごまでいろんなもの作っております。で、えー、と私の話というのは、まあ、私自身、 えっと、アフリカにも数回、中央南米にも行きましたし、あと、ミャンマーにも、えっ、ー、と、実は、えっ、ー、と、 えー、関連会社でごま油を絞ったりとかしてるんですけど、まあ、いろんなところで見たり聞いたりしたことあと,、まあえー、と去年の9月ぐらいからなんですけど、えーとまあ、当社もちょっと海外へ売らなければ利益が確保ができないという感じで、えー、と今ヨーロッパへずっと進出してまして、えー、と去年の9月ぐらいから私も2ヶ月に1回ずつぐらい20日間2週間から20日間ほど、えー、もうかれこれ6回ほど通ってるんですね。 でまあ、その中で、えー、感じたこととかを中心にお話をしていきたいと思います。でえっと、先ほど、えっとまあ、アフリカでゴマっていう話になってますけど、なぜ日本がアフリカのゴマ買うんやっていうことを一つ、あのー、教えておかなきゃいけないと思うんですけども、えっと、ゴマって、えっと、一説によると,、えっと、スーダンとウガンダの国境の辺で取れたと言われルーツやと言われてるんですね。 ゴマ、えー、っていうのは、えーとえー、と栽培して、えー、収穫したときに、再生からあのまだゴマが出てない状態で、えー、と収穫して、約2週間から20日間ほど天日で干すんですけども、えー、とその天日で干すときに雨が、雨に当たるとゴマ自身の酸化度が上がると。 で、えー、っと、アフリカの場合、カキと、ウ、えー、季と寒気はっきり分かれているので、寒気に、えー、刈り取るっていうことをずっと長年続けていますもんで、えー、っと、そうじて、えー、っと酸化度が低い良質のごまが取れているっていうのが、まあ、日本の、えー、っとごま、えー、メーカーが、えー、っと使いたがる理由の一つでございます。はい。えー、っと、まあ、そんな感じで、えー、っと、ごまっていうのを えーと仕入れてるんですけど、いろいろ今、流通の問題とか、アフリカン農産の問題とか出てますけども、私のこれ、率直な意見なんですけど、おそらく、えー、アフリカのゴマの産地の、えー、と輸出業者さんからにすると、日本ってもう今、魅力的な輸出先やないという感じがするんですね。えー、というのは、 とりあえず、えー、っと、まあ、先ほどの話にて出てましたけど、物価高騰とかいう話も出てましたけど、これって日本だけじゃなくて、世界的に物価っていうのは上がってるはずなんですね。ただし、えー、っと、まあ、ヨーロッパとかアメリカ行きますと、物価も上がってるけど、給与、所得も上がってるっていうことで、多分えー、っと、対処できてるはずなんですよ。で、えー、っと、実際のところ、えー、っと、ごまの価格も、えー、っと、日本でここ数年で、 えと特にアフリカのごまって3倍ぐらいなってるんですね。で3倍ぐらいなってもで我々が買うときに今はっきり言って、えー、と中国とか韓国とかに、えー、と良質のごまっていうのでは買い負けていますっていうのが一つですね。だからあの本当に、えー、とやっぱり高いところにごまを少しでも高いところにごまを売りたいっていうのが一つとあとですね 日本へ輸出する場合にいろんな基準が、ごまに関しては結構厳しい残留農薬の基準がございます。先ほどの例前ではちょっと日本が緩いようにいなこともありましたけど、ごまに関しては逆に強い、きつい基準がありまして、例えば除草剤の 24D という除草剤があるんですけど、それの残留の基準値が0.05%。 がね、ところが、米ですと,、えー、と0.1%、トマトですと0.2%と、えー、2倍とか4倍とか、えー、と基準に高いわけなんですね。で、まあ、それで例えば0.05っていうのをほとんど検出しないというような状況で、まあ、我々も無農薬っていうことを条件に買うんですけども、えー、と輸入された時に、えー、ときにそれを測りますと、時々、 何かの具合で超える、まあ、当社が買ってるゴマじゃないんですけど、えっ、ー、と、他社が買われたゴマとかで、本当に美容を超えたりする時があるんですけど、それを超えると、全部シップバックということで、えっ、ー、と、輸出した、えっ、ー、と、国、えっ、ー、というか、輸出者が負担で、えっ、ー、と、全部戻さなければいけないと。それが非常に日本の場合厳しいので、そのリスクを考えると、えっ、ー、と、日本へ、えっ、ー、と、輸出したくない。 っていうのがあったり、まあ、あとはこれは別にえっ、ー、とごまの,、えー、とこの原料だけじゃないんですけどやはり消費者の方々が、えー、とすごくその品質にこだわるというふうで、まあ、我々もそれを当然、えー、と産地にも求めていくんですけどあまりにもそれがき、えー、と厳しすぎてそこまでやあの言われるんだったら出荷できないっていうかもうそんな厳しいことを言うんったら他の国に出します。 とかいう風なえっ、ー、と状態になっております。だからえっ、ー、と本当にえっ、ー、とごまに関してはえっ、ー、となかなかえっ、ー、と仕あの仕入れるのが難しいっていうような状況になってますので、えっ、ー、とその辺を考えますとえっ、ー、と本当にえっ、ー、と厳しいかなという感じがするんですね。 で、まあ、その中で、まあ、当社として、なんか、対策打たなあかんなっていうことで、やったのが、えー、っと、ちょっと資料あると思うんですけど、えー、っと、まあ、フードロスっていうことで、えー、っと、山田製油の場合、えー、っと、一番絞りのごま油っていうのに特化してるんですね。えー、っと、一番絞りってどういうことかというと、えー、っと、ごまって、あの、小さい一粒ですけども、あの中に50から55%油分が含まれてるんです。 で例えば大手さんが絞りますと、えー、っと1キロの油で、えー、っと多分500から550グラムぐらい油取られます。ところがまあ山田製油、まあ、私自身そのこだわりていうことはあまり好きじゃないんですけども、えー、っとその1万絞りしかやらないので、製品としているのが2割7分しか製品してないんですね。だから1キロのごまで270グラムしか取ってないと,ということで、 まあ、この、まあ、それが、まあ、えっ、ー、と、今までは、えっ、ー、と、肥料とか飼料として、例えば無農薬の茶お茶畑とか、鳥、えー、の餌っていうことで出荷はしてたんですけども、まだ食べられるところを、まあ、そういうふうに肥料とか飼料で使ってるということで、なんかできないやろかと考えまして、まあ、私、えっ、ー、と、今年で、えっ、ー、と、63歳になるんですけども、えっ、ー、と、54歳の時ですかね、えっ、ー、と、同志社大学の大学院の、まあ、ビジネススクールへ3年間通いまして、 まあその卒業論文っていうことで、その山田製油の油かすをフードロスと見立てて、それを有効利用しようっていうことのえっと論文を書きました。まあ、これ、学会でも発表したり、佐渡次のえっと論文にも掲載もされたんですけども、そのフードロスをえっと有効活用してお菓子を作ったり、それをえっとパウダー状にして、お菓子の原料とかいろんな製品を作る、やるっていうことで、 いいろろと今までやってきましたまた、えー、と今回も、えっ、ー、と、成協さんとかの方で、っと、いろいろとあの、えー、参加していただいていると思うんで、でえっ、ー、と、当社のその、えっ、ー、と、ゴマプードルというようなやつを、えっ、ー、と、うちの営業の方も一生懸命、えー、と販売してたと思うんですけれども、でもね、これだけやったら、ちょっと不十分やなっていうのは最近思い始めてるんですね。というのは、えっ、ー、と、まあ、 まあ、皆さん理解がある境に、まあ、山田せいうってフードロスを減らすっていうような、あの食品ロスを減らすっていうようなことにが頑張ってるんでね。だから、えーとうあの、うちとしてもできたらあのあの買ってあげるわとかいうお話もいただけるんですけど、中には、うち京都の会社です。ね、お前とこ食品ロスを製品化してまだ儲けるのかっていうような、えーと、きついお言葉をいただくことが多々あったわけなんですね。 まあこれをちょっと何とかしなあかんなと思い始めてもう初めからフードロスじゃなくて、えー、と先ほど言ったように、えー、と1キロのごまから、えー、と27%油分取ってますって言ってましたけどこれを数パーセントまだ油分を緩く絞って落とすことで、えー、と残ってる、えー、とその絞った後の、えー、とのごまの方にうまみとか えっと、香り成分がもうちょっと出るっていうのが分かったんですね。だから、えっ、ー、と、当社の場合は、えっ、ー、と、フードロスを作るんじゃなくって、そもそも1個の原料、ごまっていう原料から2種類の、えー、と製品にしようっていうことを考えて今挑戦しております。まあ、こうすることによって、まあ、国内のその、えー、どういうんですかね、物価高騰とか、まあ、 日本の国力の低下っていうことでなかなか値段が上げられないけども2つの製品を作ることで、えっと、収益を確保獲得するとかいうことに、えっと、挑戦しながら、えー、そういうふうな取り組みをしておりますまあそれでできたのが、えー、今そこに載ってます激辛レッドスパイスとかいうのが、えー、っとそういうふうな製品なんですけども、あのー、そのような、えー、っと取り組みとかをしてます であと,、まあえー、とこれは本当に皆さんにもう本当に考えていただきたいことなんですけども、えー、とあの本当に、えーとまあえー、と日本の消費者の方って、すごく、えー、とその品質とかに関して、えー、と要求が高い、基準、ね、求める基準が高いわけなんですね。例えば、えー、とうちの、まあ、ごま油のキャップなんですけども、こうキャップこうあの、ごまを垂らすと、閉めると、あの戻すと、ちょっと垂れるわけなんですよ。 それね、結構ね、クレーム来るんですね。えっ、ー、とおおあ、あの、山田製油のキャップは油漏れするとか言ってね、よく言われるんですけども、えっ、ー、と、例えば大手のやつだと油漏れがしないやつがあるとか、もういう話もされるんですけど、ほとんど大手さんのやつっていうのは、えっ、ー、と、そちらで全部、えっ、ー、と、特許とか取られて、えっ、ー、と、特別に作ってる、えっ、ー、と、そういうふうなキャップであったりしますし、 あと,、えー、と、そのキャップの液漏りを防ぐために、まあ、その液だれをあのきれいにする、えー、と薬品とか塗ることもできるんですけど、それ結局塗っちゃうと、無添加で作ってる、えー、とごま油作ってる意味っていうのがないと思うんで、うん、えとそういうことを当初はしてません。例えば今、えー、とフランスとかドイツで、えー、と今、出荷してますけど、 えとその辺の、えーとえー、と瓶への油漏れについては、彼ら一切、えー、とクレームっていうか、文句言わないんですね。あの漏れてたら、あの瓶に垂れてたら、拭いたらいいやんっていうようなことを言っていただけるので、本当にその辺っていうのは助かるなという気はしているので、まあ、その辺も含めて、先ほど、えー、と個別放送のお菓子とか出てきてますけど、本当に、えー、とその辺の、えー、といろいろな、えー、と過当な、えー、とことを 日本の生産製,品製造メーカーはやりながら、そ、えー、れで給料も上げられないっていうような、なんか負の,、えーっとこのね、サイクルに入っているような気がするんですね。だから実際にその、えー、っと物価高騰と言いますけど、やっぱり所得を上げるっていうことも、まあ我々の、えー、っとような、えー、小さな会社でも目指すことであって、まあ、本当に、ねあのー、例えばヨーロッパ行って分かるんですけど、まあ、とりあえずいろんなのもの高いです。 まあ例えばえ、まあね、食品でいろんな高いものていうのは令和でただ出ると思うんですけど、例えばガソリンでも、えー、と今、日本やったら多分ん1リッター170円前後やと思うんですけど、ドイツやフランス行くと1リッター300円超えてますんで、まあ、それでも、えー、と買えるっていうことは、まあ、本当にそれだけ所得はあるんやろうなっていう気もするし、まあ、そういうところに食品っていうものも当然流れていきますし、えー、と話は前後しますけど。 昔、うん、例えばまだまだ、えー、と日本が GDP で2位とか3位やった頃っていうのは、えー、と世界の、えー、とコンテナ船のコンテナの最終寄港地が日本であったのが、今は最終寄港地が例えば中国とかシンガポールとか韓国になって、そこで枝分かれして、視線みたいな感じで日本へ行くっていうこともなっとるので、 本当に、えー、と我々も中南米とかアフリカのゴマを買うときに、ゴマはあるんやけど、えーと、コンテナの手配ができませんとかいうことも、時々起こるような状況になっとるっていうことも、えー、と皆さんちょっと,、えー、と知っておいていただきたいなと思います。だから本当に、えー、とアフリカの,、えー、とそのすごく、えー、と貧困な国、貧しい国を助けるっていうことも、本当にた大切なことやと思うんですけど。 足元見たら日本も非常に貧しくなってきてるなっていうことも、本当に、えー、とヨーロッパへ行っていろいろ話を聞いたりすると、あそんな気がするなと思いますので、えーと、その辺についても、えー、と皆さん、ちょっと,、えー、と意識していただけたらなと思います。はい大体以上、この辺の話なんですけど、いかがですかね。はい、ありがとうございました。 はいえー、それではですね、あのーもう、学生のメンバーもうんうんとうなずきながら聞いてく、ね、れていましたけれども、えー、質疑応答の時間に入りたいと思います。えー、まず、えー、とじゃぜひですね学生メンバーからですね、えー、質問をしていただけたらなと思います。えー、山田さん、えー、それからつ、えー、土屋さん、白鳥さん三、えー、名オン、カメラついていらっしゃいますね。はいえー、そうしましまたら よろしくお願いします。じゃあ私の方からご質問の方よろしいでしょうか。の山田さんに、はい、ありがとうございます。山田さんにご質問したいのですが、先ほど日本が実質先として魅力的ではないというお話がありましたが、逆にあの米の生産しているところとして魅力的な場所というのは例えばヨーロッパだったりとか。うん インドとかそういったところなんでしょうか、はい、そうかそですね、分あの,多分あのヨーロッパとか、あとアメリカ、あと、えっと、最近、ほら、ヨーロッパってあの、アフリカとか中近東の移民の方があの多いので、彼らって結構、ごまをタヒにとか言って、ごまのペースト状のやつが基礎調味料として使うんですね。例えば、えっと、世界中で流通しているごまの量って約120万トンと言われてるんです。 日本に入ってきているのが大体15万トン前後なんですけど、実は世界中で栽培されているゴマの総量で360万トン、もあるしいですねその240万トンが、まあ、先ほどちょっとあの現地ではアフリカでは食べられてないって言われてましたけど、私見るり、結構、ののゴマをペーストにして食べられてるんで、まあ、そういったところの消費として回っているような気がします、はいうん、ありがとうございます。 その先もし日本がと輸出先として魅力が低下していくっていうものを少しでも改善するといいますか、うん、少しでもなんか魅力的に感じてもらうためにはどういうふうにしていったらいいっという,ふうにちょっとっままあろす。一番いいのは高く買ってあげることですよね。<laughs> あ,あ,そあとはその、えー、と品質基準をあんまり過度に厳しく求めない。でも、ね、やっぱり私自身はやっぱり高く買ってあげ ということが一番やと思うので、まあ、当社がやるように、えっと、1個のごまの原料から2個のえっと製品を作って、まあ、利益を高めるっていうことで、もっと高いごまが買えるんじゃないかという、まあ、私の今の試算では、えっと、今の値段の約1.5倍ぐらい、たぶ世界で一番高いごまとそれやったら買える、違うかなと思ってるんで、多分それで買えるんだったら、農家さんも喜んでくれはんのちゃうかなとは思うんですけどね。ありがとうございます、はい では浜野さんいかかがですか、はい、私、お三方にお伺いしたいんですけれども、たぶん私たち、普通に生活している中で、一番感じやすい変化というか、異変が異常気象をはじめとした気候変動だと思うんですけれども、実際にこう現地に行かれたりとか、農作物を使ってビジネスをしている中で、気候変動による影響が大きくなっているなというふうに感じることはありますか 5万前か、ら農ヤジから言ったら絶対ありますね。どうでしょうシラレさん、いかがですかえとエチオピアはですね、まあ、その昔から、まあ、その農業を生産するにはなかなか厳しい,と,いところだったので、干ばつも、まあ、皆さん70年代、80年代の,、ね、あの木がご存知かと思いますけれど、そういうのはありました。 ですから、まああの、そういうのに、えー、こう対応できるようなあの作物とかあ農法とかを,をずっと使ってきたと思うんですよね。でそれでも、やはり、まあ、近年農家の人たちは、まあ、例えばですね、あの一番うんと大きいのは、えー、と雨の始まり。 が、まあ、非常にこう重要なんですけれど、種をまくというのは、まあ、考えをしていないので、雨次第だと。で、雨がちょ,ちょうどよく降った時に種をまかないと、こう作物が育たないんですけれどその、えーと、徐々に始まるのではなくて、突然雨期に入ってしまったりとか、あと初めに少し雨が降って、その後二2、3週間全く降らなくて。 それで突然雨季に入ったりとかあとは雨季の長さが十分になかったりとかそういうのは非常にこうあの昔はまあ例えば3年に1度だったのが今はもう2年に1度とか場所によっては毎年しそうだというのは農家の人たちはよく思ってます。 うそうですね、ほとんどあの白鳥さんに言われてしまったんですけれども、うん、白鳥さんが言及されてなかった話で言えば、その多く雨が降るときの激しさっていうところもあの追加してしまっていて、それによってこう、土壌をもともと大して肥沃くじゃないんですけれども、土壌の栄養分がそのお一気にたくさん降る雨によって流れてしまうっていうようなあの影響も出ていて、その雨が足りないっていうこともあるし、多すぎる。 勢いが強すぎるっていう影響もあるのかなというふうに感じておりますすみません、ちょっと,あとあの遅くなりますけど、まあ、これは5枚目の、えー、フラッシな意見ですけど、気候変動はある程度織り込み済みで、われわれはあのか一国から買うんじゃなくて、いろんな国から買うので、ここが不作やったらこっちでまあ情報も入るんで、これでは、まあ、対応はしてるんですけど、まあ、それよりもやっぱり政情不安とか、 そちらの方の方がビッグイベントのような大問題のような気がします。だから、まあ、気候変動大変やと思うんですけど、やはり農家さん、皆さんだんだん知恵もついていくるので、それなりにいろいろとも対応も、まあ、努力、すごい努力されていると思うんですけど、それなりに対応もされているとは私はえっと今見てて感じています。ええっっととあの、まあえーっと アフリカ日本協議会の,の FAO の勉強会で、えー、毎月、一月か二月に1回集まって話をしてますけど、その中でやはり一番大きくあのこう要因として挙げられるのは、今、山田さんがおっしゃられた紛争なんですよね。で紛争は、まあ、あの難民を多く出しますし、まあ、今、エチオピアで、えっと、国外からの難民が約100万人。 それから国内の避難民ですね、あの自分が住んでいたところから別のところに行かなくちゃいけない、これは約450万人です、で先ほど言ったその、えー、と北部のゴマ生産地帯からは250万人があの一時期まあ避難していたわけです。で、で一度避難してしまうと、ですねその戻ってすぐに農業始められませんよね、種を調達しなくちゃいけないし、それからそのインフラが整備されて、 あの買取業者が来てくれないと困るわけですから。そういうのに、まあ何年かおそらくかかるんだろうと思うんですよね。なので、まあ、あのやはり紛争というのは。最も大きな。あの、あの減産の要因かなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。浜田村さん、他は。良いですか。何ですか。したら。 時間があれればいいんですけれども、うんうん、そのような問題がいろいろ起きてる中で私たち自身が多分実際に何ができるかっていうのを考えていく必要があると思うんですけれども、まあ、参考までにお三方でもしこういうことを普段意識して生活してますというようなことがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども何かございますでしょうか そうですよなかなか,なか難しい質問か,かもしれないですけど、<laughs> いかがですか、山田さんあ。私ですか。<laughs> <生>もう、経済ってよくするってお金回すことやと思うんですね。だから、風金は天下の回りもので、私は貯金せんど、金使ってます。これ関係ないか。なるほど。 でも多分同じあの流れだと思うんですけども私も多少高くてもあの勇気、まあのお野菜だったりとか特にまあ私子供が小さくて今2歳なのであの子供の口に入るものって思うとこうちょっと財布の紐もも緩むなっていうところがあってあのまあ、適正な価格でっていうところをあの気にしてはいます。まあ全く同じですね。あのまあ あの農業開発のプロジェクトに携わってますけれど、あのまあ、よく技術者はその機械化とかですね、えー、そういうのを言いますけれど、まあ、やはりそこに住んでいる人たちで、まあ、先ほど僕、言いましたけれどそのゴマ生産にも多くの,あの農業、労働者が携わってます、でそういう人たちの,あの生活もありますから、まあ、むやみにその省力化とかです、ね、機械化とかっていうのがいいわけでもない。それから 山田さんがおっしゃられていた金は天下の回り物ていうのはまさにその通りで,であの、まあ、例えば街の中を歩いている物乞いの人たちが来ますよねであ、まあ、お金を渡さない人が多いんですけれど僕はまあできるだけ渡すようにしますでそれは渡,渡ればまたどこかに回っていくわけですよねそういうのはこうなんていうか、ね、つながりみたいなものはやっぱりものすごく大事だなと思うんですありがとうございます。はい 皆さん、大丈夫ですか <laughs> ありがとうございます。はい。で、あの、皆さん、学生のインターンチームも、つながりっていうことをね、キーワードに活動していますのでね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、いくつか、あの、会場の皆さん、えー、参加者の皆さん、えー、事前のご質問等もですね、いただいておりますので、その中から、いくつか、えー、質問を挙げさせていただきたいと思います。えっ、ー、とですね、こちらはですね、山田さんご指名で、えー、ゲストの 山田さんへということで、品種改良についてどう思いますかと、在来種保全は重要ですが、食料危機や気候変動を考えると、品種改良は不可避であり、いたずらに問題視するべきではないと思っているのですが、ごま油製造・販売の視点からはいかがでしょうか。 このようううなご質問が来ていいますすかででしょう、うん、あそうですね本当に、まあ、例えば品種改良と遺伝子組み換えとかもあると思うんですけど、例えばブラジルのすごい1農家が、えっと、近隣の1、えっと、国の、えっと、生産量ぐらいを1農家がスゴマーガマを作ったりしてるんですけど、それはなんか品種改良して、えっと、立ち枯れをして、それをコンバインで刈り取って収穫するっていうようなやつらしいんですね。 でそれを収穫したやつをなんかインドへ持って行って、インドのむきごまメーカーがむきごまにして、でそれで、えっと、ヨーロッパへ輸出してるらしいんです。当然、えっと、農薬とかを使ってるんですけど、むきごまあ、にする時点で、えっと、農薬が、えっと、除去できるっていうことで、うんまあ、それはヨーロッパとしてはよしっていうことで買ってるんですけど、いかんせんね、日本のごまの屋さんってね、 他の食品のメーカーに比べたら、あの大きなところで、本当に小さいところが多いんですね。だから、その、えー、とスケールメリットを出せないので、そういうことに多分取り組めない、取り組めないんやったら逆に、えっ、ー、と、真面目に、例えば、えっ、ー、と、これあの、本当にごま、あれで言うたら真面目やと思うんですけど、えっ、ー、と、インドのごまって、確実のお役使ってるらしいんですね。 だから、まあ、ゴ、え、マ、ー、の組合でインドのゴマは買わないでおきましょう、輸入しないでおきましょうとか、そういうふうな動きをしているので、多分、たかだか15万トン、あの大豆や、えー、と小麦やトウモロコシに比べたら、えー、知れてる量なので、品種改良を云々よりも、今のあれを守ろうっていう方に、業界自身が動いてるっていうのは現実なところでございます。はい。 ありがとうございます。どうでしょう、あの他にもですね、えー、とゲノム編集とか遺伝子組みとか、まあ、先ほど山田さんから出ましたけれども、まあ、そういわゆる食品の、まあ、技術的なことで、ですね、そういうところを力を結集する、あと培養肉とかですね、まあ、そういうようなことをいくつか何人かの方がやっぱり、えー 事前質問で書いいててくださっています、まあ、そういうその食料に関しての,その技術改革、まあ、そういったものでアフリカのけがは終わるのというようなご質問ありますけれども、そのあたり、まあ、一般的にというかです、ね、総合的に見て、さんいかかがでしょうかえと、まあ、農業開発をやっている中で、まあ、技術、いろんな技術、増産の技術がありますけれど最も影響力が大きいのは品種改良です。で良い品種を 使うまあ、エチオピアのようなところですと、その例えば干ばつに強いとかです、ね、あとあの高地なので例害に強いとかです、ね、そういう品種を導入すると、まあ、途端にあの生産量が上がるというのはあります。ただ一方で,です、ね、やはりまあ先ほど言ったように、気候変動のまあ幅が非常にこう大きくなってきていますので。 まあやっぱりもともと作っていたものとか、まあ、品種だけではなくてもともと作っていた作物ですね、まあ、ソルガムとかミレットとかああそういうものとの組み合わせがまあ非常にこう重要だと思います。それで、えー、とイチオピアの農業研究機関もその、えーと GM えー、と遺伝子組み換えとか編集のお研究をやっていますがまだ非常にこうコンサバ ていであのまああのまあこれ一般的にその科学者というか技術者はあの大丈夫だって言いますけれどまあそうじゃないという人たちもいるわけです。ですからそのまああのこう技術者っていうのはその研究をする時に非常にこう条件を狭めてですねあのこう特定の条件下で えー、研究した結果をもってしても大丈夫だとかっていうわけですけれど、ほ、まあ,あの,他の人から見れば、ですね、まあ、あのまだ分からないことがたくさんあるということですから、まあ、あの市民社会とか、ですね、まあ、いろんな人たちがいろんな声を上げるということは、非常にこう重要なことで、常にやっぱりまあ議論をしながら、情報を公開してもらって、安全性を確かめながら進めていくというのは、非常にこう重要なことかなと。 それは持ってます。はい、ありがとうございます。ええー、他にですねええー、多かったのがえっ、ー、と国産というキーワードがたくさんいただいています。えっ、ー、とまああのそもそもごまが <laughs> あのほとんど輸入ということを知らなかったという方がたくさんいらっしゃるんですけれども、まあその本来は輸入に頼らずに、えー、国産のごまを 使った方がいいいのでではないでしょうか、えー、ごまの国産は可能なのでしょうかとかですね、輸入ごまと国産ごまはそんなに価格が違いますかなどですね、そういったあの輸入国産といったところでのご質問が、えー、来ておりますけれども。 山田さんいかがでしょうか。はい。えー、っと正直に言います。えー、っと今、えー、海外のごまが、えー、ここ数年で3倍とかなってると言ってますけど、えー、その値段に比べて国産の米ごまえー、っと今当社が買ってるごまっていうのはそれの15倍です。農ごま買ってる。15倍ですか。はい、15倍。<laughs> はい。はい。農ごまは買っています。 でえー、とそれでやっとあどうにか作って楽し,楽しいというか、まあ、来年も作ろうかなって言ってもらえる程度なんですね。であのなんか、えー、と消費者の方には、えー、と国産のごまっておいしいよねっていうね言われる方があるんですけどこれね1個意味があるんですよ。 おいしいねっていう基準の一つが、えー、と香り、いい香りがするって言われるんですけど、いい香りっていうのは、まあ、皆さんのいい香りっていうのは、多分入りごまとかすりごまにした時のごまがいい香りすることなんだと思うんですけど、国産のごまって、品種が掃除で全部、ごまが小さいんですね。で、ご、え、ま、ー、の香りっていうのは、皮が、えー、と焙煎して焦げた匂いが香りとなってるわけなんですよ。 だからもし同じ1キロのごま外国のごまと国産のごまを比べると、えー、国産のごまの方が皮の表面積がたくさんあるわけなんですねだからそれが焦げるので,でいい香りが強くいい香りが発するっていうのが現状でして、えー、っとごま油とかごまのペーストってするときはごまの中の脂質部分を、えー、っと熱を加えて絞りやすくして絞るわけなんですけどそこが結構国産のごまってほとんど入ってないんですよ だから、えー、と油にしたって、えーと、本当にどうやろう、外国のいいごまに比べたら、5分の1ぐらいしか出ないのかな、うん、あと練りごまなんかやったら、多分ペースト状に油がないんでならないんですよ。のうん、これね以前はなってたんですでも、ここね、やっぱり何年間かでね、だん,だん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 と農家さんに指摘するんやけど、農家さんは違うって言われるんやけど、だんだん潰しさになってきてるような気がするんですね。 粒が小さければなる,はなるほど中の,その、えー、と油分がなくなるっていうので、のが、でえっ、ー、と、今まで、えっ、ー、と、日本の中で、えっ、ー、と、ここが、あの、ゴマの産地屋っていうとこで、やっぱりちょっとそういうような劣化が起こってるのかなっていうのがあります。で、今、最近始まった産地では、えっ、ー、と、まあ若干練りゴマにしたらできるかなっていうような状態なので、えっ、ー、と、そういうような状況なので、えっ、ー、と、多分、日本の国産のゴマに変えるって、まあ入りゴマすりゴマは、 ね帰られてないとも油ブダナなんかにしたら出ないところへ持ってきて原料も高いってことは多分皆さんがあのに買ってもらえるよう、ね、になんでなんでを絶対できないと思いますっていうのがあの現状なんていうことをちょっとえっと覚えておいてくださいなるほどありがとうございます今あのチャットの方にもあのこ ご質問いただきましたけれども、やはりその国産の、えー、ことについて、あの、でしたので。あの、今のご回答で、はい、え、あの、ってるかなと思っています。あの、ちょうど。ですね。はい。ありがとうございます。はい、えー、そうしましたら、時間的に、あと、まあ、もう一つぐらいなのですけれども。えっ、ー、と、これは、白鳥さんや土屋さんかなと思うんですが。えっ、ー、と、まあ、五万以外にもですね。えっ、ー、と、食料。 のその生産の危機や値上げなどえそういったようなえっ、ー、と食べ物はありますかと、えー、コーヒーとかカカオとかそういうのもあの危機的な状況ですかというご質問二人の方からですねいただいていますい何か情報ございますかえっとコーヒーカカオカカオはまあ食料品といってもまあいわゆるなんですかね。 あの基幹食料ではないのであれですけど、まあ、あのコーヒーは2050年問題といってその、えー、と気候変動で,です、ねまあ、どんどんその栽培地が上の方に上がっているとでいずれ2050年にはですねそれから森林もあのなくなってきていますから2050年にはあのコーヒーがなくなるんではないかという話があるのとだからカカオは,これは西アフリカの方があれですけど、えっと と今年は生産量が非常にこう少なくて、値段が上がっていると、ただ、あのガーナではあの品薄なのにあの生産農家に渡るお金が少ないというような、非常にこうなんかコンプレックスな問題が起きているようですね。ですから、えー、チョコレートもやがて非常にこう高くなるか、食べれなくなるかということかなと思いますありがとうございます。 はい。そうしましたらですね、えっと、本当 <laughs> まだですもうずらっとですね、<laughs> あの、質問が本当あるんですけれども、えっと、ここまでとしましてですね、えー、最後、えー、そうですね、藤田さん、いかがでしょうグラフィックレコード、見せていただくことできますでしょうかあ、すいません、ありがとうございます、うんあ。あ、コンテンツを共有できるようにお願いできますか と。グラフィックというものですかね。はい。はい、簡単。あ、ありがとうございますい。ごめんなさい。まだ、あの、全然色塗りができてなくて。私自身も頭の整理をしないといけないところなんですけれども。 まあ、今回、あのー、最初に学生さんが、あのー、提示してくださったいろんな問題がつながってるよというところをこのあと矢印でつなげてあのできたらいいなと思うんですけれどもそうですねこの安さの便利市場のお話山田誠也さんの油の、あのー、油漏れとかはフランスでは拭いたらええやんみたいな感じで <laughs> あそこまで気にしないよというお話とか結局やっぱり気候変動も 大変だけれど、も、紛争、政情不安っていうのが、とってもあの生産には影響してるんだよって、現地の方も250万人が避難してるんだよみたいなお話が、すごく私にとっては印象的だったなっていい、う感じです。はありがとうございます。 あの学生メンバーが最初にあのスライドでつながりの図を最後まとめてくれたものをですねえイラストに起こしてくれたようなえそういった仕上がりでこれからえっと矢印なんかがもっとぐっと入って見やすくなってくるかなと思いますえこちらは完成品はですねあの公式サイトの方にえまたえ発表させていただきますので皆さんもご覧いただけたらなと思いますねあのうまく今日の話をまとめてくださっています。 ではこちらの振り返りをしましてですね、えー、最後皆様ご登壇いただいた方から一言ずつまあ皆様に向けてですねメッセージをいただきたいと思います、えー、それでは、えー、いかがでしょうじゃあ学生メンバーからいってみましょうか <laughs> 浜田さん馬場さん今日はどうでしたか先に浜野からいかせていただきます今日事前にス,レスライドを作った際にもいろいろ調べてたんですけれども、まあ、そもそも 駒が国産が少なかったというところから知らなかったですし結構この駒の未来が危ないなっていうのを強く感じたので私にできることとしてなかなか学生としてはお金を使うっていうのがまだ難しいんですが <laughs> お菓子だけでもちゃんといいものを買うとか正しいものを買うだったりとかまあ あと日常でできることとしたら少なくとも食べ残しはしないというような小さなことから自分からでできることからやっていきたいなというふうに思いました。本日は皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではババさんどうでしたか。はい、私も調べていてと流通のこととか主にたくさん調べてたんですけれどもその日本が 輸出先として魅力が低下しているという話は結構衝撃的でしてこの先今日本が輸出をに頼っているのにこの先魅力がどんどん低下していったらどうなるのかだろうということに、ね、自分自身の,あの危機意識というものが高まった気がします。またなんか自分たちのできることとして、えっと、実際に農家やってらっしゃる方にお金が入るように経済を回していくということはあの本当に 気軽にできることだなと思って、あの浜野さん言ったの通りにあの少しでもちょっといいお菓子を買うとか、チョコレートとかでもしっかりとフェアトレードのものを買うとかそういう選ぶところからしっかりとやっていきたいなと思いました。本日はありがとうございました。ありがとうございます。では白鳥さんいかがでしょうか。あマイクがミュートになってますね。えー 仕事柄、いつも穀物のことばかりに気が言っていて、ですねあまりごまのようなものにはあの関心がなかったんですけど、今回、あのえーえー、プレゼンを頼まれて、少し勉強させていただいたのと、それから、まあ、山田さんから非常にこう貴重なお話を伺えて、ですエチオピアもごまを作ってますしあの、なかなかごま生産地に行けないんですが、 あのもう少しこうあの紛争が収まってきたら、ですねぜひ、コマ農家のところにも行ってみたいなというふうに思ってますであの今回はなかなか、まあ、日本の農家の話はそんなになかったと思うんですけれど、あのもう見ていると、そのエチオピアの農家も日本の農家もある意味はまあ同じようなその経済的なあの難しさみたいなものを抱えていますので、やはりまあ、あの そういう食べ物を作っている人たちが報われるような仕組みが、まあ、非常にこう重要かなと思います。思いました。今回改めて思いました。ありがとうございます。<ー>では、土屋さん、いかがでしょう。はい、今日はありがとうございました。 あの普段生産者の方だったりの支援っていうことをやっているので、その消費のところをあまりあの考えたことがなかったんですけれども、今日うはの山田さんからいろいろな貴重なお話を伺うことができて、改めてその私たちが支援しているブルキナファソの農家っていうところと <laughs>、私がご、ま、か豆腐にかけているごま油っていうところがつながっているっていうところが、本当にあのなんか、腑に落ちたと言いますか。これまではもうあの FS チームフードロスチームのあの研究結果とかを伺ってつながりが大切つながっているんだっていうなんかこう言葉では聞いていたでなふんふんって思ってたんですけれども今日はなんとなくこうその言葉が腑に落ちたなっていう風うにあの感じることができましたどうもありがとうございましたありがとうございますえレ、ー、ナ所長気,気をつけてしてきてください。 はい、えー、では最後、山田さん、いかがでしたでしょうか、はいえー、ごめんなさい、今日はなんかちょっと暗いきつい話をいっぱいしちゃったんですけれども、<laughs> でも本当に、えー、と大事に大事に、えー、と産地で育てていただいているごまをです、ね、で々えっ、ー、と生産者は、えーと、加工業者はきっちりと,、えー、とああのいい製品に仕上げていこうと思いますので、えー、まだまだごま、えー、っていうのはすごいパワーありますので。 えとまだまだ暴れたいと思います。えー、ぜひ山田誠に期待してください。また、えー、とこんな会社来たいなという若い人だったらぜひ来てください。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございましたありがとうございますあの。見学を私もさせていただきましたけれどもあの、美味しいレストランも近くにあって、ごま料理もたくさん楽しめるといったところで、ぜひ京都に行った際には行ってみていただけたらなと思っております。えー、そうしましまたららですねこちら これからですね、皆様にアンケートの方を送らせていただきます。えー、ぜひですね、この時間内にですね、えー、書いていただいてですね、えー、送り、送っていただけたらと思っております。チャットの方に、えー、貼らせていただきますで。世界食料デー月間はですね、まあ、今日プレイベントということですけれども、えー、10月が本番です。 えー、10月の1ヶ月間、さまざまなイベントがございます、えー。アンケートの方にもリンクを貼らせていただいていますけれども、えー、10月1日からですね、あの、にもイベントが横浜市との共催イベントございます。えー、そこでもあのフードシステム開発推進チームの学生たち活躍してくれますけれども、えー、その翌日には FAO の、えー、シンポジウムもあります。 まあ、そういった形でですね、前に、あの、それから、募金のキャンペーン、えー、例えばおにぎりキャンペーンとかですね、あの、募金ができるもの、SNS に投稿するものですとか、それから食に関して考えるような映画を見る、えー、そういったですね、映画の上映をやりませんかといったような、えー、キャンペーンなんかも1ヶ月間貼られています。もったいないキッチンですとか、まあそういった、あの、様々な映画があります。 えー、そういったですね、あの、まだ、まあ、あとは各団体さんで、まあ、ハンガーフリーワールドも、えー、あさってですね、活動説明会、来週も行いますので、もう少しアフリカの現場のことを知りたいな、なんていう方いらっしゃったら、ぜひ参加いただけたらと思いますし、えー、FAO の資料を読む会ということで、セラトリさんや、あの、土屋さんもですね、あの、2ヶ月に1回ぐらいでしたっけあの、セラトリさん、えー、ね、えー、みんなで、 フィア語の資料を読みながら職について考えるというようなことをしている、えー、イベントがございます。イベントというか学習会ですね。そういったものがあります。はい。それから、えー、イベント情報のページも盛りたくさんありますけれども、えー、この使えるツールといったところでは、えー、例えば栄養士の方なんかがですね、給食頼りに掲載ができるようなツール、 そのまんま使える原稿ですね。それからですね、さまざまな団体の冊子、えー、ですとか、それから食、フードロスについて考えるような動画、そういったようなものもですね、ご用意をさせていただいていますので、お子様からですね、えー、も楽しめるものもありますし、もっともっとしっかりと勉強したいという方にはですね、そのようなしっかりとしたツールもございます。 ぜひ、えー、ご覧になっていただけたらなあと思っております。はい。それではですね、えー、今アンケートを皆さん書いていただいていると思いますけれども、ぜひ、えー、と何かできることといったところでは、あの10月16日に SNS を投稿して、 しますよ、なんていう方、ぜひチェックしていただけたらと思いますし、イベントやさまざまなもの参加したいなっていう方、それから食料でゲーム勝利盛り上げるために賛同団体になるよ、うなんていう、まあ、企業団体の方なんかもいらっしゃったら、アンケートの方に書いていただけたらな、というふうに思っております。はい。といったことでえっと告知をさせていただきましたが、皆様本日はいかがでしたでしょうか。何かやりたい、もっと知りたいと思った方、 えー、ぜひぜひあの一緒に何かこれから始めていただけたらと思っております。えー、登壇いただきましたあの浜野さん、馬場さん、えー、矢田さん、白鳥さん、土屋さん、藤田さん、そして山田さん本当にありがとうございました。えー、また皆様方もですねお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました、えー。ぜひ一緒に盛り上げていっていただければと思います。よろしくお願いします。ではさようなら失礼いたします。